ダルマ料理店ヌシアベッカンダルマ料理店とは、神奈川県小田原市本町にある日本料理店である。地元の網元だった広沢二三郎が創業した料理店である。二三郎は、金沢のダルマ、官兵衛の次男として生まれたが、小田原の割烹、天理を営む広沢家に養子として入り、1893年に足柄下郡小田原町をお手前でこの店を創業した。 野豪のだるまは、ブ三郎の旧姓に由来する。相模湾で採れた魚介類を中心に、刺身、寿司、天ぷらなどの日本料理を供している。本町二丁目の本店のほか、支店として、同じ小田原市内にある、本町一丁目の小田原市民会館食堂、早川の小田原漁港内、魚市場食堂がある。本店は、母屋と別館から構成される。 母屋については、創業時の建物が関東大震災で損壊したため、1926年に二代目広沢義蔵が再建したものである。木造2階建て、建築面積503平方メートルの建物であり、建材には義蔵がブリの大量で得た資金により、ヒノキ、松、ケヤキといった良材が用いられた。外観は全体として老格風で、正面中央に、 東波不玄関を置き、屋根は、肥奥入りもや作りとなっている。屋内は、1階が食堂となっているほか、2階が、スキヤ風書院作りの座敷となっている。階段などには、アールデコの影響も見られている。こうした、建築年代や衣装から、2002年には、ダルマ料理店主屋として、国の登録有形文化財に登録された。なお、主屋正面玄関脇には、一方に、 だるまさん、もう一方に、おかめさんの像がそれぞれ置かれている。ありがとうございます。